オーディオブック。ホラー女優が天才子役に転生しました。今度こそハリウッドを目指します。いやあ、今日もよかったよ、つぐみちゃん。ありがとうございます、監督。スタッフさんたちに挨拶をして、私は次の現場に向かう。ティーンズで役者の世界に入ってから、はや17年。私はこの業界で知らぬ人のいない、 ホラー女優として名を馳せている。もともとホラーが好きだったこともあって、私は現状に一切の不満を持っていなかった。そりゃ、ホラーしか仕事が来ないことに思うところもあるけれど、ある意味では本望と言うべきものだ。好きなのはジャパニーズホラーではあるものの、役が降りたら何でもやるのが私の心情。目指すはハリウッドで、 人々の恐怖を背負うこと。不満はないけれど、満足もしていない。キリオさん、次の現場までは車で向かいます。はい。専属のマネージャーに促され、黒塗りの車に乗り込んだ。役柄のために伸ばした黒髪も、次の現場ではカツラに押し込まないといけない。何せ、次は動く少子体だ。 現場まで台本を広げながら最終チェック。私は声を出すような役ではないけれど、他の演者さんのセリフも把握しておかないと。設定の読み込みは大丈夫だと思うけれど、せっかく時間はあるんだし、確認もしたい。あ、そういえば次はさくらちゃんと共演か。久しぶりだけど元気かな。お。そうやって集中していたから、 私は少し反応が遅れてしまったバックミラーに映り込む恐怖にゆがんだマネージャーの顔目の前にはハンドルにすがりつくようにうなだれるドライバーの運転するタクシーこれ絶対ホラー映画の呪いって言われるやつだ激しい衝突で車がひしゃげる音焼けつくような痛み 私の脳裏に浮かんだのは、最後まで、ホラー映画に関わるようなことだった。鉄箱著、著朗読、青山芳野。厚木七海。林子子森島優香。堀宗志郎。岡本康介。森優子。 山本真希、小林大輝、若林優、白石健人、小賀恵里奈、中村すみれ。自動車事故で即死したホラー女優が、壁画ハーフの天才子役に転生。今度こそ、ハリウッドを目指します世界がひれ伏す5歳の大天才女優、誕生 オーディオブック、ホラー女優が天才子役に転生しました。今度こそハリウッドを目指します。各オーディオブック配信ストアにて販売中